はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。さあ、気になるとこ230話ですかね。230話で。今回はですね、まあ、前回、えー、久保さんが性格の話ですね。性格の話で、まあ、性格って常に変化するよね、と。だって、小さい頃から性格って本当に変わってないのっていうね、お話でしたよね。小さい頃の性格。 そして若い時の性格またはね年取ってからです年取ってっていうわけかもしれないですけどちょっとだけ変わってる変わったどん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 やっぱ少しずつ変化してるんじゃないかなと思っていてちょっと今回は性格ってどんなものがあるのかっていうのをちょっとまとめた絵があったんでちょっと見ていこうかなと思っててこのうさあり ウサギリス亀有、亀ギリスみたいなのがね、なんかあったんで、ちょっと面白いんで、ちょっと一緒に見ていこうかなと思ったんですけど、このまず、ウサありですね、うさアりさん。で、うさありさんは短期集中、リスク回避型ってことで、行動が早くやるべきことをきちんとこなしていけると、任されたタスクや課題はスピード力を生かして早くこなすと、すごい、すごいですね、すごい <laughs>、本当にすごい、できる、できる方ですね、できる方。 みんなこういう人になりたいなって思うのかなと思っていて。うん、うさわりさんですね、うさわり。よくできる人。よくできる人。はい。え次は、その隣ですね。うさぎりすさん行きましょう。うさぎりす。うさぎりすさんは、えー、行動が早く、堪能期の仕事に強いと、やりたいこと、成長に向けての未来志向の行動が起こせるということで、今度は、なんか、ちょっとね、早いみたいな。早いけど、<laughs> こっちとどう違うかっていうと、うさわりは、 ね、こっちも早いですよね。だからどっちも早いって短期集中型ですね、どっちも。短期集中でも一気に一気にやる、ギリギリ、ギリギリ姿か、えっと、えー、この、アリさんアリさんアリさん型。どっちかですよね。だから、どっちもやっぱりいいですね、本当に。なんかこういう人間になりたいなと思いますよね。だから本当性格は変えられるっていうのは、自分がこうなりたいっていうところ、 あって、それが誰かのきっかけになって、こういう風になれるっていうのが一番なんか理想かなと思ったりもしますよね、こうやって。はい、じゃあこっち行きましょう今度は、神荒さん行きましょう。神荒。神荒 <laughs> <laughs>。漫画の歯ね、りょうさんみたいになっちゃいますけど、神荒ね、えー。目標やタスクを分散型で着実にこなしていく計画性があり、淡々と実践する実行力、継続力があると。これは長期、長期の方ですね。なんでさっきはこの、 短期にガーってやれるタイプ、本当に短期でわーってやれる人ですね。スピードが、スピードがあるタイプ。でも私はちょっとまだスピードが足りないわーっていう方はこっちなのかもしれないですね。確実にこなしていく。着実にこなしていく。そして計画性でカバーしていくっていう。そして淡々とっもうこういう考え方ってすごくいいし、特にやっぱり YouTube やるんであれば、この考え方がいいですよね、長く。 じっくりり腰を据えてやたたいみたいみなね、まあ、もちろんねこの初めの勢いっていうのも必要ですけどねこ,うこちらねもうしっかりバーって一気にやるっていうところも必要ですけど、まあ、こういう確実なっていうところも必要なんでなんかねここでも上荒さんも理想ですよねそして行きましょう亀ギリス行きましょうカメギリス亀ギリスさんは本当楽観的にコツコツ行動していくと義務的なことだけでなくやりたいこともダも織り込んでバランスよく実践できるっていうこと本当にこういろいろ なんかね、自分が今どのタイプかですよねこの亀有さん亀ギリス自分はどっちかっていうとこっちやでもどっちだろうな今はスピードスピード今スピード感よりもどちらかっていうと多分自分亀亀亀有亀ギリス。<laughs> カメギリスに近いかもしれないですね。結構ちょっと楽観的にやってる感じがあるんでね。もちろんね、楽観的じゃなくて、しっかりやらなきゃいけない,い,いところもあるんで、このカメあり、カメあの,の目標やタスクにしっかりしてやっていかなきゃいけないし、このね <laughs>、ウサギリスのね、このスピードだったり、こっちのウサありだったり、なんかこういうこと考えていくと、自分がどの性格をっていう、当てはめない気はするんで、なんかこの中で、やっぱりいい,い,いところ、 いいとこ取りしたいですよね。だからいいとこ取りしていくのはこの自分が、この人いいなーって思った時に、人にこう、ついていったりすることによって、もともとの性格、まあ、今持っている性格はこれなんだけど、少しいいところをこう取っていくみたいな、少しそのエッセンスをいただくみたいな、でも全部が全部、すぐにはいただけないと思う、いただけないというか、すぐには、そう、取り入れられないと思うんで、その中で自分ら、自分らしくをこう、入れながら、こう、入れていくみたいな、そうやってこう、変わっていくって考えると、やっぱり、あの、 前回も誰かから学ぶっていうのはすごくいいかなと思って自分のやり方自分のやり方はすごくこうやってあると思うんですけどその,その中から少しずつこういろんなものを取り入れていくことによってなんかいろいろ性格が変わっていくそして徐々に徐々にもしかしたらカメギリスの人がいきなりもういきなりスピードスピード一点突破のなる人 こともあるかもしれないし、なんかいろいろこうやって見ていくと、本当にどの性格なのかっていうのが、本当になんかこう、ウサーリなのか、ウサギリスなのか、それとも、えー、ウスカメアリなのか、カメギリスなのかっていうね、こうなんかいろいろこう面白いですよね。こう見ていくことによって、なんで本当になんか 楽しいいんんじゃないかなかと思ううですけどねこうやって性格自分の性格が変えれるもう絶対性格変えれないっていう考え方じゃなくて性格が変わっていくそれも自分だけ自分で変えるっていうのもね人の影響誰かの影響を受けても先生の影響を受けてこう変わっていくっていうところを考えていくとやっぱすごくなんか可能性もあるし自分が今できないと思っててもできるようになるんじゃないかと思ったりそのできるんじゃないかと思ったことが実際できた時のやっぱり感動というか 俺できるじゃんって思った時の成功体験ってなんかやばくないかなとか思ったりもしたんですけどね。はい。ということで、なんかそんなことを急に思いました。ということで、今回はあなたはどの性格タイプですかということで、ね、こんなお話をさせていただきました。気になる男第230はこんな感じで終わっていこうかと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。佐々木久保さん、次もよろしくお願いします。それではまた。バイバイ。